ありがとうございました。新芸組アクトの皆さんでした。続いて踊っていただくのは正門よさこい響きの皆さんです。地元坂東市ゆかりのある平野正門をテーマに活動しております。今回の作品は影武者。平野正門には影武者がいたとされています。その正体を可愛がっていた桔梗という娘に裏切られ討ち取られたという悲しい物語を綴ります。男は強く勇ましく、女は華麗に艶やかに舞い踊ります。ご声援よろしくお願いいたします。それでは正門よさこい響きの皆さん、どうぞ。正門よさこい響き、影武者。
がとうございました。まさかどよさ